どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク売り絵誕生日ガシャということで、2月12日売り絵の誕生日に新しいキャラクターが来ています。早速ですね、詳細の方を見ていきましょう。HP1800、攻撃力440、低いですね。防御力は1050、まあまあ高い。まあ、1000超えてたらいい方だとは思うんだけど、アタックポイントが15、まあまあありますね。HP が2000アップ、防御アップ、武器耐久アップ、武器耐久値12ね。で、ブレイクバースト S マイナス。味方全体ですね。一旦の間、味方全体のクイック 1.5 倍にすると。なるほど。で、さらなる功績と昇進をレベル5、2ターンの間味方勢の回避率とガード率を 30% アップし、毎ターン体力が 20% 回復する再生状態。まあ誕生日ムツキがですね、防御力が2倍になるのに比べて、こっちは、味方の回避率とガード率を 30% ずつアップするってことですね。で、それに加え誕生日ムツキは、体力が 30% 回復だったのかな。にプラス、アビリティ、まあ、ここなんで、ここの位置にあったと思うんだけど、アビリティでプラスもう 30% 回復するんで、回復量に関しては向こうの方が、多いですね。まあ、ただ回避とガードか、これがどっちもできなかったとき、まあ、普通にダメージ食らっちゃうけど、まあ防御力上がってるわけじゃないしね。どうなんだろう、俺的にはムツキの方がいいと思う。ムツキはね、なんかもう誕生日ムツキはあれはね壊れてるとは思う、正直。まあ今回まあまあバランスいいとこついてきたって感じかな。っていうかブレイクバーストよ、ブレイクバースト。これどうやって発動すんねん。この前のさ、イリミさんの20とか来た時さ、武器耐久値20とか来た時にどうやってブレイクすんの。なかなかタイミング難しいと思うんだけど、まあこいつブレイクバースト S マイナスの、全体を発動させるのなかなか難しいと思いますね。ただムツキ引いてない人は引いた方がいいんじゃないですか。これなかなかね、あの駆逐とかきつくなってくるような気がするんで、ここで本当に強力なサポートキャラ、あのサポートキャラにしてはこいつかなり強力だと思いますよ。なムツキの方が多分上だと思うけど、まあ、ムツキ持ってない人は引いたらいいんじゃないですかね。というわけで今回は10連、していこうかなと思います。まあでもな、引いておきたいっていうあれはあるよ。ムツキとこいつを並べて回復量上書きされんのかな。それがちょっとだるいけど、回復を上書きされるのはだるいけど、まあ、されるかどうか知らないけどね、されるんだったらだるいけど、まあ防御力を2倍にしてさ、回避とさ、ガード率をさ、上げるって、やばくないか。もうガッチガチだろ。難攻不落だろ。なるほどね。そっちの売りじゃねえんだよな。俺ちょっと今期待しちゃったんだよな。この前、ひなみが一発出てたからさ、若干期待しちゃったよ。そっちの売りじゃないんだよな。はい、ということで、ガチャで排出される売り、プレイヤブルキャラクターの売り絵としては3体目かな。プレミアムと、フェス限と、誕生日で、これで3体目になるんでしょうか。はい、いや俺もしかしたらこれ確定枠まで回すかもしれないわ。で一回さ、回復量はちょっと、まあでもスキル使う順番考えたらいいだっか。ちょ、一回やってみてんだよな。あの動画のコンセプト的に防御を2倍にして回復とガード率 30% ずつ上げた時に、でも負けるクエストねえと思うんだよな、正直。本当に。え、だってこれ3回で確定でしょ多分ね。3回10連射確定だから、ちょっと回していい？これやりてえわ。やりたいから回します。そう、ただやりたいだけのために回します。その、売りムツが見たいためだけに、俺回そうと思うわ。ロマンだろ。これがソシャゲの楽しみ方だな。まあ、これは SR だから飛ばそう。まあ、2体でも3体でも出てくれれば促進剤節約できるから、まあ、派遣に最近ちょこちょこ使ってるんだけどね、やっぱなんかちょっとな、もったいないような気がしてな、派遣に使うの。いや効率はいいんだけどさ、そっちの方がなんかちょっともったいないような気するよね。
別にランキング上位狙ってるわけでもないし、俺はもうキャラクター集めてガンガン強化していくみたいな、そっちの方向でいこうかなと思ってます。いろんなキャラクター使いたいし、ね、フル性能で、というわけでですね、今回10連しか控えないと言いつつもちょっとボイス聞けなかったんだけど、ウリエの誕生日ガシャ確定枠まで回させてもらいました。まあ、最大まで強化してね、ウリムツでもガッチガチの難攻不落の白パーティーを作って、動画撮りたいと思いますので、よかったらそちらの方もねご覧ください。というわけで俺また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。今回もイラストが撮れております。どうぞ。